ここは3番の上原の横でしょうか。ここは3番手を並走する2番の松澤です。残りが2周となりました。6番の桜井が先頭誘導員の後ろ、少し車間を空けて後ろの様子を伺っています。3番手が並走になりました。3番の上原、2番の松澤、後方から1番の西田が上がってくる。6番の桜井も前に踏んでいきます。ここは桜井と西田で先行争いか。6番の桜井が1番西田を出させません。2番手、8番の上田、そして3番手がもつれている。現在は3番の上原と1番の西田で並走。残りが1周。6番の桜井今日も先行、2番手、8番の上田が追っていく。3番手は3番の上原取り切った。この後ろ5番の小林、2番の松澤と並走だが、3番手からまくる3番の上原、後ろついていくのは5番の小林。さあ3番の上原、6番の桜井の抵抗をなんとかねじ伏せていこうというところ。4コーナーから直線、上原が先頭だ。上原先頭、後ろから7番八津田が追ってきますが、上原です。